連邦共共和国ババイイイエルン州バイロイト軍に属すするる市で行政共同体を構成するプレヒの森から見たプレヒの町この町は公式には6つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。プレヒはフレンキシェシュバイツ自然公園の南園に位置する。文献上最初の記述は1119年の ミヒヘルフェルト修道院の創設時に遡る。1329年にはすでにマルクトの肩書きを名乗っている。1355年から1402年までこの町はボヘミアの支配下にあった。1792年から属したプロイセンのバイロイト公領は1807年のティルジットの和訳によってフランス領となり、1810年にバイエルン王国領となった。 プレヒは、市場圏と独自の自治権を有していた。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例によって、現在の自治体が形成された。この地域の人口は、1970年1141人、1987年1191人、2000年1285人であった。町長は、カール・ハイン・ツエッシャー。 彼は2002年にアロイス・クロイツァーからこの職を引き継いだ。プレヒには遊園地フレンキシェ・ブンダーラントがある。プレヒはアウトバーン A 級に直接面している。ありがとうございます。